1位と2位の差でかいなっていうのがやっぱね、あ、でも感じましたね。オリジナルでさ、うん、わエンデバーさ、はいはいはい、強かったからさ、ヘルフレーム、ヘルフレームが強すぎて1位と2位の差あるって言ってたけど、まあ、でも2位もやっぱり強いんだなって思った。やっぱり2位は2位え強いんだなって思いますよね、うん、やっぱり2位だなって思った。掘り下げがありましたな。すごく強かった。形状変化、炎の形状変化と炎色反応はビビったね。かっこいい。時間回復本当大好きですね。そこずるいよ青い炎俺。いやいやいや、そこも稲田さんと話し合っていただいてそこはねやっぱりねプロヒーローとの差ですからね。雷もさ、はいはい、個性的にはさ、うん、ロギア系よ。まあもうそうですよね。いやそうよ、すごい強さだよ雷は。でもなんか限度がやっぱあるから超強いんだよね。だからこれからですよ、個性伸ばしていけば最高量ね。ちょっと原作でもね、ちょっとこれからなんですよね。そこは消していかないとね。雷速なんて誰も避けきれないからね本来。かっこいい、すごいよね。そう雷ってちょっとねなんか憧れますよね。少年、憧れるよね少年時代。雷強いじゃんね。いやだからあんまり舐めないでほしいですけどね。